皆さんこんばんは中西由里です偉人素顔の履歴書アフタートークえ番組収録後に番組の中ではご紹介しきれなかったエピソードを歴史家の各構造先生に YouTube でたっぷりと語っていただくコーナー偉人こぼれ話のお時間ですさ今回のテーマはこちらです聖徳太子編の見どころなどを 放送に先立ってお伝えしながら収録では話しきれなかったエピソードも先生にたっぷりと語っていただければと思います、はい、聖徳太子というとまあ高級紙幣の代名詞でもある人物ですけれども、うん、あの私ちょっとびっくりしたのがあの教科書から、うん、消えるなんて言われていたこともあったんですいやいや消えてたんですよあ消えてたのか,、うん、そうか消えてた時期があの、ね、あのお前宿の王子はいたけれども聖徳太子という人はいなかった まあ、藤原の富貴との時代に、えー、名前が出てくるんですけれども。後世作られたものではないかと、いうことで、えー、しばらく消えてましたね。ああ、そうなんですよね。あの、先生、さっきおっしゃってましたけどね、あの、聖徳太子なの、不族、ちょっと違うぞという、ね。そうなんです。そうなんです。であの、えー、聖徳太子の不族というのは、正確に言いますと。大化の開始以後でないと、この日本の国で見ることはできなかったはずなんですね。 だからあの一時我々があの高等学校の頃はですねこの聖徳太子の像を見てですねこれはあの小野の妹子だろうと小野の妹子は随意言ってますから先進国でこの格好をしてもおかしくないという話がありましてね納得なというふうに思ったような記憶がありますね、えーえ。じゃあ,あのお札に書かかれてている聖徳太子っっ実はのだた、うんうん、でもっと言うとあのコスチュームはありえないので全く違う人だったかもしれないというあ。 とは一旦出来上がるとイメージは怖いですねでもまあ教科書に戻ってきたということですから、うん、まあやっぱり聖徳太子というまあ名前だったかどうか置いておいて、うん、こういう人物が存在したということは分かったんですか、うん、あの馬江戸の王子はいたわけですね、はい、したがって各校聖徳太子で戻ってきたわけですねなるほどそうなんですね まあ、この聖徳太子のねたくさんの伝説が残っている人物ですけれども、はい、やっぱりそのあたりもね史実とそのスーパーマンみたいな伝説とっていうところで、うん、どこまでが本当なんだろうっていうこともたくさんありますよね。うんえー、あの私はあの聖徳太子という人はあの日本の仏教界全体があの盛り上げた、えー、伝説化した人物だと思ってるんですね。 あの後に仏教の世界も宗派が分かれたりいろいろ細かくなるんですけれどもまだこの飛鳥の時代というのはですね入ってくる仏教その分のはまあ塊みたいなもんだったわけですね。 それを根付かせるということで協力したのが聖徳太子ですから。ああ聖徳太子というのは仏教界全体の恩人であるわけですね。ああそ,すそれがね、やっぱり彼の人気を支えている原点だと私は思いますね。の、ね、本編で先生のお話聞いてて、一番こう、ちょっとびっくりしたのが、やっぱりこう。聖徳太子一人にすごくスポットライトが当たっていて、うん、聖徳太子一人の功績だと思っていたことが、実はそうでもなかったっていうところ。<laughs> うん ここもちょっとぜひ、本編チェックするときに、注目していただきたいですね。あの、ね、あの驚かれる発見が結構あると思いますね。うん、ですねあとは、やっぱり、の、外交面での手腕っていうところも。うんはい、表面的には、ちょっとわからなかったところ、あ、うん、こんなことを考えていたんだっていう。はい あのもしあれが成功してたらまあ実際ほとんど成功してたんですけれども聖徳太子の後半生というのも変わった可能性があるなと思いますね,ですねぜひそのあたりの実際の聖徳太子というものの姿を見ていただきたいなと思いますはい。角、はい、先生ありがとうございましたありがとうございましさあここで予告 VTR が出来上がっているのでご覧ください日本史上屈指の英雄聖徳太子はい 日本という国家の礎を築いた男とは日本が今後生き残っていくためには中国集権国家というものを和の国を作りたい日本の歴史を変えた偉人の真の姿を現代の世に映し出す偉人菅尾の履歴書聖徳太子は土曜日夜8時放送ですさあ聖徳太子編土曜日夜8時 BS11 で放送となりますどうぞお楽しみに 偉人こぼれ話本日はゲストをお迎えしたいと思いますこの方です改めまして日本画家差し絵画家の中村真美先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生よろしくお願いしますあの<い>先週もお越しいただきましたが今週もたくさんお話を伺えたらと思いますよろしくお願いしますさあ今日なんですけれどもあの中村先生が手がけているこちら 月刊武道の表紙について伺いたいと思いますあの日本武道館発行の月刊武道これは武道を基軸にした教育や教養に関する記事を掲載している教育雑誌なんですよね日本武道協議会に加盟している柔道、剣道、球道、相撲、空手道、合気道少林寺拳法、な薙刀及び重剣道、まあ、それぞれの競技団体に 武道団体に関する情報を掲載しているという雑誌なんですがこの表紙を描かれるようになったきっかけを教えていただけますか、はい、月刊武道の表紙を書くようになったのは武道のあの中面の挿絵を書くようになってしばらく経ってからのことでした大屋根の日本武道館の地下に、えー、編集部教育文化部出版広報課があるんですがその時の 担当の編集者の方にうん昔の人なら美術館で歴史の絵を見て一目でおこれは八の木だねあこっちは太田道館七重八重だねってその絵がすぐに何なの絵か分かるのに私もふか含めて今の私たちはほとんど分からなくなってしまっている、まあ、今は他にいろんな娯楽があるからといって日本人の心のルーツといえる 古典教養や歴史の基礎知識、はい、それが衰えていく一方なのが残念でならないってお話ししたんです、はい、そうしましたらしばらく経って編集部からお電話をだきまして「うん、中村先生是非、えー、月刊ぶどうの表紙絵で日本の偉人歴史の名場面書いてください」ってご依頼をいただいたんです。そそうなんですねそれが 2008年のことで、それからずっと毎月一話、いろいろな時代の偉人のお話、歴史の逸話の名場面をお書きしています。ああ、そうなんですね。はい、ですから、この偉人素顔の履歴書の公式 YouTube に出演させていただけることが決まった時には、<laughs> もう本当にとっても光栄でしたし、編集部でも皆さん大変喜んでくださっています。うんもうただ、 中西さん、各先生のファンの皆さん方にお楽しみいただけるかどうか、ちょっとドキドキしていますが、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。先生、よろしくお願いいたします。早速ですが、今回の企画に参りましょう。題して、絵で学ぶ偉人たちということなんですが、本日の絵はこちらです。 聖徳太子片岡山鬼人伝説ということなんですがこれはどんな絵なんでしょうかはい、えー、飛鳥時代日本の国の始まりに大きな功績を残した聖徳太子の伝説の一つです日本書紀にこのシーンに関する歌が残っているんですある時大使が大和の国の片岡山に出かけると 行き倒れの旅人に出会いました。名前は何と言いますかと声をかけますが、返事がありません。大使は、まずその人の人格を尊重するために名前を確かめたかったんです。ところが、ずっと食事をしてない様子でぐったりしている。そこで次に大使は、飲み物と食べ物を与えた。 今にも生きたいそうな様子を哀れに思った太子はさらに自分が着ていた衣を脱いでそっと旅人にかけ歌を読んで慰めてあげましたそして翌日旅人が生き絶えたと知ると遺体を手厚く埋葬させたんです数日後太子は「旅人は肘尻に違いない」と語り「 ににその墓を見に行かせますすると墓はそのままでしたが不思議なことに棺の中に屍はなく与えた衣が畳んで置かれてあった大使はその衣を持ち帰らせ身につけましたそれを見た家来たちは「ひじりはひじりを知る」と言って驚いたということです 一説にはこの鬼人はダルマ大使の生まれ変わりとも言われていますまあそういう伝説が残っていてそれを絵にされたというそうですね,なんですねはい。このお話から中村先生どうですか聖徳大使のどんな部分が浮かんでくると思いますかそうですねこのお話はまあ偉人超人レジェンドとしてのスーパーマンとしての聖徳大使ではなくて 私たちと同じ一人の人間としての大使の一面を伝えるお話なのではないかなと思っています。はあ、確かにこう優しい人に寄り添ってあげる姿とていうすごく感じますよね,すね気の毒な方を見て慈しみの心をまあかけるというそういう,もうごく普通の人間の優しい心が現れているお話なのではないかなと思ってお書きしました。 先生、あの各先生、<ん>この伝説は、はい、これ有名なお話なんですか。これはあの非常に有名な話でしてね。万葉集にも同じ趣の歌が、あの聖徳太子として出てるんですね。万葉集、うんえー。家ならば、いもが手間噛む草枕。旅に肥やせる、この旅人哀れということで。うん、万葉集に歌われてるのは、もうすでに亡くなった人なんですね。で、まあ意味は、えー、万葉集の意味は。 妻の手枕で普通なら寝ているだろうにと旅先で行き倒れてしまったとはなんとこの旅人は哀れでなんだろうかと哀れでならないということを歌ってるんですけども先ほど長村先生のおっしゃったあの聖徳太子の,えそのえ倒れた人に対する思いというのはあれはねえちょうど言い方変えますと大王への手順をやっているんですねまず人格的に相手に呼びかけてでその 知ってるものを与え、そしてその食べ物を与え、そして最後歌を歌いますよね。あ,<ー>あれはその、えー、いわゆる大和心と言い,いますか、職、え、員、ー、の情ですね。それをその表した歌で、まあ言い方変えますと、まあ大きく見方を変えますと、あの人間にとって最大の幸福というのは畳の上で死ぬことだと。でみんながその見守ってくれる中で、親族が見守ってくれる中であの死んでいく。 それこそがその幸せなんだということを形を変えて順番に踏んでいったのがこの絵の世界なわけですね。そうなんですね。少なくとも聖徳太子の時代というのはああいうその生き倒れる人っていうのはいたわけですね。租庸調その税金をあの都に運ばなければなりません。その途中で亡くなる人も結構多かったわけですね。だからそれだけに家族にあの会えないで死んでいく人たちの思いというものを。 聖徳太子はああいろんな形で表現したあれはまあ聖徳太子ですけれども多くの日本人が持ってた共通の思いだと思いますね,そ,ううですねそれがこう伝説として、うん、残っているということなんですねここで先ほど中村先生からご紹介があった聖徳太子が読んだと言われる歌をご紹介しますしなてる片岡山にいいに飢えて肥やせるその旅とあわれ親なしになれなりけめや さすたけの君はやなき、いいに飢えて肥やせるその旅と哀れという歌なんですね。この歌の意味というのはどんな内容なんですか。はいえー、この歌の意味は片岡山に飢えて横たわっているその旅人の哀れさよ。親もなく生まれたわけではないだろうに、仕える君主がいないわけでもないだろうに、 それなのにこうして一人ぼっちで植えて横たわっているこの旅人が私は哀れでならないという意味ですね。さっきご紹介があったの万葉集の歌と本当に似てますね。はい。本当にさっき中村先生おっしゃっていたようにこうなんか十人のお話をいっぺんに聞けるとかちょっとそういう超人的なお話ではなくて、うん、本当にこう普通の人が普通の人にかけてあげるような愛情だったり思いやりみたいなものを大使も すごく大切にされていたんだって言うのが、こう伝わってくる歌ですよね,ですね。この絵はね、実は中西さん、コロナ禍の最初の年にお書きした。画題なんです。そうなんですね。はい、まあ、角先生、不安なことが多い、今の時代こそ、こうしたお話がね。はい、人生を深めるために。まあ、それに役立つ教養の一つとして。本当に心に置いておきたいお話なのではないかな、なんて、そんなふうに思うんですけれども。いかがでしょうか。 先生いかかがですかいやもう本当にその通りだと思いますね。大たいです、ねうん、<laughs> そうですすねねそうなかなかこう普通にこう生きていくのも大変だったりしんどかったりする世の中ですからやっぱりこうお互いに思いやる気持ちとかもうそういう,こう本当にそんな大それたことじゃない隣の人にかけてあげる言葉とかなんかそういうことをなんか大切にしたいなっていうのを改めて感じさせてくれるね絵と伝説でしたあ、ねはいね、ありりががととううごござざいいまますした。 さあ来週も中村先生にお越しいただいて絵で歴史を楽しく学んでいきたいと思います今後も度々ご登場いただき月刊武道や大河ドラマの刺し絵に関するエピソードも伺っていきたいと思います中村先生またよろしくお願いしますまた各先生への質問も BS11 のホームページから投稿していただけます皆様からのご質問お待ちしております 異人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時全国無料放送の BS11 で放送中です放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひチェックしてくださいさあ、そしてえ YouTube でお楽しみいただける異人こぼれ話は毎週火曜日配信ですそちらもぜひご覧ください高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょう